はい、どうも皆さんこんにちは。今日はたゆみなく祈れという、タイトルで、神代と聖書研究とこちらをお送りしていきたいと思います。聖書の箇所はですね、コロサイ人への手紙の4章の2節というところで、たゆみなく祈りなさい、感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさいっていう、そういう箇所なんですね。コロサイの4章です。で、ですね、これはコロサイ人の手紙の最後の章でございます。で、最後の方に、パウロがですね、コロサイの信徒たちに挨拶を書き送るときに、ですね、一節だと、主人たちは、あなた方は自分たちも天に主人を持つものだと知っているのですから、奴隷に対して正義と公正を示しなさい、たゆみなく祈りなさい、感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさい、同時に私たちのためにも祈っていてくださいと、神々御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってくださいと、この奥義のために私は牢につながれていますっていう、形で続いていくんですけれども、前にも言ったように、このコロサイ書というのも、パウロの獄中書簡と呼ばれる、パウロが獄中から信徒たちに、書いた手紙の一つでございます。で、このたゆみなく祈りなさいという、言葉ですね、これが、今日の語りたいことで、他にもですね、第一テサロニケの5章というところには、絶えず祈りなさい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと、そういうですね、箇所がありますよ。で、絶えず祈りなさいっていうのは、もう、新約聖書がですね、継続的にというかですね、一貫して、我々に教えていることなんですね。で、こんなことをですね、もう、今更言われてもっていうことがあるかもし、あるかもしれませんけれども、改めて何度でも言う必要のあることだし、思い出す必要のあることなんじゃないかなと思いますね。鼻水がね、出ますよ、今日も。今日も鼻水が出ます。で、ですね、僕は、このデボーションのね、ノートを、ちょっと読んでいきますと、たゆみなく祈れという言葉が心に留まったと。で、日々の生活の中で短い時間でもこまめに祈る。で、これを、今年は特に意識しようと一つの目標にしているっていう形で、で、これ僕はね、2019年の5月のデボーションなんで、去年の、一つのテーマが、たゆみなく祈るっていうことだったんですよね。で、たゆみなく祈るっていうと、もう起きてる間中ずっと祈ってるみたいなね、イメージをする人もいるかもしれませんが、割と僕は、確かにそれもあるんだけど、それってそんな現実的じゃないですよね。だって仕事とかによってはそんなこと不可能だよっていう人もいるわけで、で、厳密にそういうことをしていってもあんまりこう、なんていうのかな、変にこう自分を縛る必要はないというか、そんな、スーパースピリチュアルになる必要はないと思うんですよね。スーパースピリチュアルになるって、あんま目指さない方がいいかなって僕は思います。普通でいいと思いますよ。で、その普通でいいの中に実は本物の冷静ってあるんでね。人から見てこの人スーパースピリチュアルだなみたいのって、本物の冷静じゃないことの方が僕は経験的に多いと思うんで。で、僕、だから、これね、実は僕失敗談が一個あって、だからこれどういうことかな、でも失敗なんですよね。だから、20代の頃なんですけども、20代の頃に僕が、愛知県でですね、働いてた時に、その愛知県の教会に行っててですね、その時にそういう、絶えず祈るみたいなことを意識しようと思ったんですよ、ある時。メッセージを聞いたかなんかで。で、実際祈ってて、祈るってこと、例えば、当時、仕事に車で行ってましたから、で、仕事中も、祈りながらね、仕事するとかもあるし、いろいろあるんだけど、
なんかね、朝、通勤中の車の中で祈ろうと思ったんですよね。だから、それ20分から25分ぐらいの片道なんですよね。通勤のね、道が、いつも行く道があって、僕の当時乗ってた軽自動車、ホンダの軽自動車乗ってたわけですよ。で、その時に、なんかね、祈ろうっつって、祈ろうって決意した日に、当時、だからセルグループっていうのがあってね。で、教会の、小グループみたいなもんですわ。で、そういうのがあって、そういうののメンバーの、20代の、同じような20代の、僕より年下ですけれども、社会人になったばっかぐらいのやつがね、そいつがですね、昨日ちょっとね、車で、ちょっと事故を起こしてしまったから、相手に訴えられたりとか、相手がね、怪我をね、して、とか、怪我してなかったらしいんですけど、ふっかけられたりとか、そういうトラブルにね、発展したりしないように、祈ってほしいみたいなのが朝ね、メール来たんですよ。で、これはもういいチャンスだと思って、で、車の中で祈ったんですよ、僕。ね。で、すげえ祈った、熱心に祈ったんですよね。そしたら多分ね、もう睡眠不足とかもその頃あったね。聞き屋ボランティアとかしてたから、いろんなことが重なったと思うんですけど、祈って、すげえ熱心に祈ってたら、ゴツンって言ったんですね。で、要は信号待ちで熱心に祈ってたら、多分ブレーキがね、の踏みが甘くなってね、オートマ車だからね、ちょっと進んじゃってね。で、前の車に当てちゃったっていうね。もうね。で、結果、その日だからもう職場電話してさ、で、警察呼んで、で、軽トラックに乗ったおじさんだったんですけども。で、ちょっと、で、ね、お互い傷がついたから、それはもちろんね、その保険、保険には入ってましたから、保険から降りるんですけど、そのおじさんが、ちょっと、変な人っていうか 変な人っていうか だから、要は国民健康保険にすら入ってなかったことが発覚したりとかして、後で。で、結構なかなかのもんじゃないですか、それって。それでいて、結構病院にも何回か行ったりとかしてて、その手の人なんじゃねえか、みたいになってきて。結果、どうなったのかな、あれ。ちょっと思い出せないですけど、その軽トラおじさんね、あったな。でも、とにかく、だから僕は、それで別になんか、すごいお金払うし、とかいうことにもならなかったけど、でもその保険会社の人は相当警戒してて、ちょっとややこしいかもしれないですね、この案件は、みたいになって。っていう、で、何が言いたいかっていうと、僕は一生懸命祈った僕がそもそも悪いわけですから、その場合ね。だって、止まってる車にぶつかってるわけですから。だからもう、おじさんは怪しかったとはいえ、完全に僕が悪いわけですよ。で、それはもう祈ったからダメなんです。祈ったからといって、そんなものは免除されるわけで全然なくて。そんなはずはなくて、相手からしたら知ったことかなんで。だから運転するときはもう運転集中しようって思ったんです、その時。その時は、本当に決意したんですよ。運転するとき祈るのやめようって思ったんですよね。で、別に祈ってもいいですよ。祈ってもいいですけど、やっぱりですね、運転するときは僕、そんなにね、自分のね、集中力を過信してはいけませんから。で、また、男というのは、前の動画でも言いましたけど、男っていうのは基本的にシングルタスクの脳みそで、脳量っていうところがね、あんまり、上手に発達してないんで。だから運転するときは運転する。仕事するときは仕事する。じゃあ祈るときは祈るってなったときに、じゃあ絶えず祈るっていうのはどうやらいいのってなるじゃないですか。だって、いろんなことをするわけですから、日常というのは、いろんなことのね、仕事をしているときもあり、家族のことを考えているときもあり、勉強しているときもあり。でも、じゃあそのときに祈るって何なのってときに、絶えず祈るって何なの？そしたら他の活動できなくなっちゃうんじゃないの？と思われるかもしれませんけど、僕はね、やっぱね、絶えず祈るっていうこのね、意味って、僕読んだのかなんかで、なるほどなと思って、これならできるわと思ったのがあって、それをずっとやってるんですよ。立功例の説教だか忘れたけど、それ何かっていうと、あれなんですよね。だから、その日常の中で、ふっと時間がある時あるじゃないですか。例えば、歩いてて信号待ちしてる時とか、仕事と仕事の間とかね。
で電車に乗る、電車待ってる間とかね、まあ、誰かと会話をしてその人がお茶入れに行ってる時とか、いろんな時間がありますよね。でその時にこう1秒とか2秒とか祈れますよね、心の中でね。例えば人と会話してる時だったら、ちょっとお茶、ちょっと喫茶店でじゃあ会いました、その人到着しました、で注文してその人ちょっとトイレ行ってきますとかって言ってる間とかって1秒2秒どころか、まあまあその時だったら5秒ぐらいなら祈れますよね。心の中でどうぞいい会話ができますようにとかね、祈れるじゃないですかね。仕事をしてる、信号待ちをしてる時に、あ、神様今日いい天気ありがとうみたいなことは祈れるわけじゃないですか。で、そういうね、なんかね、1秒、2秒、まあ5秒でもいいですけど、なんか10秒以内ぐらいの祈りを、もう、日常の中にこまめに挟んでいくっていう、それこそが絶えず祈るっていうことなんだよ、みたいのを、確か僕、立候補の説教で聞いたか、なんかで聞いて、お、これは本当そうだなと。俺、あの時に、これ知ってたら、だから20代の軽トラにぶつけた日にこれを知ってて、やっぱこんな愚かなことはしなかったのにと思ったんですよね。で僕のメモにね、戻ると、だから信号待ってる時とか仕事と仕事の間、誰かと会話をする時、あと筋トレのインターバルの時ね筋トレのインターバルなんてもう最高なんですよ。だから最高の祈りの時で、筋トレってインターバルっていうのがあってね、10回3セットっていうのが、まあ基本的には筋肥大のための筋トレの、まあ王道なんですけれども、まあ10回限界だっていう重さを上げるんですよ。だから、1回限界の重さがじゃあ100キロの人がいたとしたら、だいたい10回限界っていうのは80キロぐらいに来るわけですね。で、じゃあ80キロを10発やって、で、その間、それを3セットするんですよ。そうすると1回目と2回目の間に、まあ、ベンチプレスとかだったら、2分から3分、長い人で5分ぐらいですね、インターバル通るわけですよ。で、その間ってね、案外ね、なんかね、僕一番好きな時間と言ってもよくて、なんかね、その間僕ね、なんかラジオ聞いて、僕は結構ラジオ聞き人間なんですけど、その時にラジオ聞こうとは思わないんですよね。で、もうなんかね、無になれるんですよ、その時間。なんかタイマーをぼーっとして、多分ね、その脳のね、酸素は足りてないんだと思うんですけど全部その筋肉のパンプの方に行っちゃって、血液が。だから脳がね、なんかもうちょっと低酸素状態になってて、軽くなんかちょっと軽く麻薬やったような感じなんですよ。麻薬やったことないですけど。やったことないですけど。なんかね、ちょっと、なんか、悟りの時間みたいになるんですね。悟りの時間になるんですね。で、その時間ってすげえ祈れるんですね、僕ね。ああ、神様がなんか、なんかいろいろあるけど。で、その時ってなんかね、あんまネガティブな方に思考が入らないっていう特徴もあって、多分酸素足りてないから、なんか神様感謝します。みたいなのとかあって、なんかそういうのも入れていく、筋トレのインターバルの時間にも入れていく。だから何気ないそういう瞬間に1秒とか2秒とか、まあ3秒、10秒でもいいですよ。ね、祈っていくこと。で、それが大事だなと思った。で、僕は結構その日常のそういう1秒2秒の祈りで必ず祈ることっていうのが2つあって、2つっていうかまあ、祈るテーマっていうのがあって、これがですね、僕ここに書いてるんですけど、主よ、私が間違ったことをしないように助けてください、主よ、私が愚かなことを言わないように助けてくださいとかですね、そういうのを祈るんですよ。で、それはね、僕ね、この数年で始めた習慣で、これはね、実はある人からヒントを得てて、小倉正夫さんっていうですね、黒猫ヤマトのね、ヤマト運輸の社長の人がいて、この人ね、2代目の社長なのかな。でも事実上、今のヤマト運輸を作った人と言っていいぐらい、まあ彼のおかげでここまで大きくなったんですね、会社がね。で、詳しい、いろんな伝記が出てますから、興味ある人は読んでみていただきたいんですけど、この人ね、クリスチャンなんですね。で、彼が、なんていうか、言葉だけのクリスチャンじゃなくて、一応クリスチャンですっていう人いますけど、一応の人じゃない。だって一応で言えば麻生太郎も確かクリスチャンだからかな。カトリックじゃない、あの人。だから一応とかじゃなくて、本当にクリスチャンです。生き方が。で、実際彼だって資材を投じてね、スワンベーカリーっていう障害者のためのパン屋さんをね、始めたりしてて、彼の本当に慈善事業とか本物なんですよね。で、この小倉正夫さんの伝記をある時読んでた時に、彼はすっごい忙しかった、一番忙しかった、その大和運輸クール便とかの取り組みを始めた頃とかにも、奥さんと二人でね、毎朝ですね、教会に行って祈ってた
ですって。それのね、なんかね、そのノンフィクション作家の人がね、その神父さんかなんかに、取材をしてね、何を祈ってたんですか彼はって聞いたんですって。小倉さんはあの頃何祈ってたんですかって聞いたら、それがこれだった。さっき僕が言ったやつ。だから今日私は間違った決断をしないように助けてください神様って言って、どうか愚かなね、なんか仕事はなんか決断をしたり、いいことを言ったりとかしないように助けてください神様って祈ってたっていうのを僕読んで、あ、本当すげえなと思ったんですよね。で、実際に主の祈りってね、基本的に神の国が来ますようにっていうのが最初に来るわけですよね。神を讃えた後に神の国が来ますようにっていうのが来ますよね。で、その後に、その私たちに日ごとの糧を与えてくださいとか来て、で、罪は許します、許し、私たちの罪を許してくださいっていうのがあって、で、そんで、私たちを悪から救ってください。試みに合わせないでくださいってありますよね。だから、主の祈りって5つぐらいある要素のうちの1つが、まさに、この小倉さんが祈った祈りなんですよ。私たちが間違ったことをしないように助けてくださいっていう祈りなんですよね。で、なんかね、僕は、なんか本当にこの40になってやっと分かってきたことっていうのがあって、やっぱ人生ってね、いかにね、正しいことをするかよりも、いかに間違ったことをしないかの方がね、結構大事なんですよね。で、間違ったことをしなかったっていうことは、偉業としては書き残されないんだけど、実はですね、本当に偉業を別に達成する必要もないんですよ。ないんですけど、本当に我々の幸せに関係してるのは、記録されることのない何をしなかったかの方なんですよね。で、それって、やっぱ神の憐れみがないと、僕なんて本当に愚かなものなのでね、そういうことをしちゃうんですよ、愚かなこと。で、愚かなこと言っちゃうんですよ。だから、それを本当にしないようにっていうのを、やっぱ僕絶えず祈った方がいいなと思って、わりかしですね、そういう、ふっと時間ができた時に、どうか、ね、間違ったこと言わないように、今日は間違った選択をしないように、間違った決断をしないように、そういうことをね、ふと神様に祈るっていうことを絶えず祈るということの実践にしてます。で、まあ、続けて読んでいくと、また2節の御言葉にあるように、主よありがとうございますと祈ること。これ、まあ、感謝を持って祈りつつってありますから、だから、主よありがとうございます。これも祈りですよね。これ1秒で祈れますよね。で、また誰かを思い出して取りなすことっていうのも1秒2秒でできますよね。ふっと信号待ちの時に、ああ、どうか、妻を守ってくださいとかね、祈れるわけじゃないですか。なんで、こういった生活の中の本当に数秒間の祈りっていうのが、生活の端々に満たされていることこそ、実は祈りの中で生活することなのではないかと私は思うと。で、まあ、これをね、改めて意識していこう。で、やっぱこれ意識しないとですね、なかなか習慣になっていきませんので、なんだろうな、本当にこう、ちょっと時間が空いた時に1秒2秒祈るっていうのが、本当に自分の生涯のね、習慣になっていったら、それってもう人生全体が祈りの中で行われているっていうことで、つまりそういうことなんだと僕は思うのでですね、ぜひですね、こういった習慣を、まあ僕もそうですけれども、一緒にですね、習慣化していくっていうことに取り組んでいってみてはいかがでしょうか。というわけで今日はたゆみなく祈れというテーマでお送りしました。最後までお聞きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。